ぱよじゃん。墨田区来て、墨田区恐怖の東京23区墨田区。あ、なっちゃんにね、髪切ってもらったよ。仕事さっぱりしたね。なんか現場ね、そんななんか倉庫だから狭くないと思うんだけどさ、道路もこれほら明治通りビューって来て左一回曲がっただけだから今のとこ広いね。なんでこれ雨降ってかわかる？俺今日朝トラックがさあんまりにもバッチリからさ近いからね、パワーで出なくていいやっつって洗車したらさ雨降ってきた信じらんない。次の次の次ぐらい、あの赤信号あたりかな、みんな来る。チャリンコ気づいたし、あ、これか、これ右だね。ちょっと5分ぐらい早く着くんだけどさ、現場入れるかな。あ、これダイキンじゃん。ちょっと待って、ダイキンじゃん。ダメじゃん。ちょっとね、どうすんのこれ。あ、どう、あ、なんだ、別にダイキンじゃないじゃん。やっちまったな。ということは、この三つ目通りってやつも走れるよね。ここからぐるって回っていこうか。まだね、時間はね、余裕あるから。ちょっと早かったからちょうどいいね。三つ目通りはね、聞き覚えあるから安心だね。多分走ったことあるはず。明治通りと三つ目通りと、あとなんだっけ、あの皇居のとこからの道路、なんだっけあれ、知ってる道路しか走れないね。23区は危険が危ないから知ってる道路しか走れないね。あんま入れるか。20だからちゃんと収まるね、このね。ほら、収まった。あの信号右だね。この時間になるとやっぱ混むね、車ね。
止まんないからね。から入れないよな。よくわかんないんだよね。なんか向こう側の入り口から入るとなんか秀英さんっぽいところがあって、そこで聞けばいいか。なんか信じらんないぐらい狭いんだけど、どうなってんの？なんかさ、航空写真で見たらさ、ほら倉庫いっぱいあってトラック入ってたからさ、ねえそんな狭くないだろうと思って、しかも20だしと思ってさ、所有こいてたらさ、よく見たら中にいるの、あの2トンとか4トン、4トンもいない2トンばっかだよ。なんかさ、2トンとか1トンとかみたいな、ちっちゃいのしかいなくてさ。で、そこにつけるんすかみたいな。ばっか。もうなんか上もなんかギリギリだし、看板も出てるしさ。で、なんか扉がこう開いてたから、それでもういっぱいいっぱいだったから扉閉めさせてもらってさ。扉とかしてさ、なんとかつけたけど、ほらもう前がなさすぎてさ、今頭切って待機してるのね。でまたこれ頭さつなぐんだけどさ、頭つなぐスペースがもう前ないんだよね。だから斜めに差し込むしかないけどさ、ほら切るときは頭向こう奥の行き止まりなんだけど向けて斜めにやって頭抜いてパックで横に今つけたんだけどさ、次刺すとき頭あっち向けたら出れないからさ、こっち向きに今度頭刺さなきゃないからさ。でもほらこっち向き刺すとカプラー見えないからさ、どうするこれ。しかもなんか足巻きの足のとこになんかコッパ挟んでるからさ、つなぎ損ねて外れたらガシャーンとこって後ろのフェンダー壊れちゃうよマジで。マジ最悪、どうしよう。しかもなんか2時間かかるっつうたたり。どうなってんのね。これだから返却7号だから、返却行ったらそのままお昼になっちゃうね。まあそんな感じだからさ、ね、あまだお弁当は早いか、朝ねおにぎり食べたからさ。あ待ってる、これ昨日のやつだね、サラダと、あとこれなんかさ、ナスとか、なんだ、ナスとか、なんだっけ、ナスとなんか、いろいろ煮物、ナスと鶏肉と、なんか、ドロドロのタレについてるやつ、美味しい、ね、そんな感じだから、
せっかくトラック上がったのにまた汚れるからね、もうぶつけて寝るから邪魔しないでくださるかしら、ね、髪ねすげえ短くなった、ね、じゃそんな感じだからちょっとトラックバッテリーまたね寒いの続いて弱って怖いからさ完全にキーオフにするからさ、ね、今ほら冷蔵庫ブーンって回ってこれが犯人だからさ電気食うこの冷蔵庫ね。まあ、いやだから今日はクソ動画だけどこれで終わりね。疲れちゃう。